高熱を出したり、進路で迷ったり、就職で迷ったりした時に、いつもその親父が、ぬがらんさと、心配すんなと、自分がその思った道をね、行けばそれでいいんだよと、非常にこう優しくこう語り、非常に日頃は厳しい親父でしたけれども、場面場面では本当にこう優しく包み込むようなね、ぬがらんさと、こういう言葉を言ってくれて、まあ、その言葉で本当にこう支えられてきたなという思いがいたします。